春、塩型潜水艦は海上自衛隊が運用していた通常動力型潜水艦の艦級。計画番号は1番艦から6番艦までは S126、最終7番艦は S129。SSS 型潜水艦の第3世代にして最終発達型である。61中期防及び03中期防により、昭和61年度から平成4年度計画にかけて7隻が建造された。第三次防衛力整備計画で、海上自衛隊は累積型線形、一軸推進方式の、いわゆる SSS 型潜水艦の整備に着手した。まず昭和42年度計画より、1850トン級の渦潮型の建造が開始された後、第4次防衛力整備計画下の昭和50年度計画より2200トン級に発展させた有志を型に移行した。しかし、当時、世界的に中・小型潜水艦の普及が進み、静粛性が重視される時代を迎えつつあった。このことから、50SS の基本設計が終了して、建造に着手した段階で次世代潜水艦の検討が開始されたが、この検討においては、完全複角方式の是非や累積型以外の船型も視野に入れて、2000トン弱から2400トン超まで数多くの試設計が試みられた。最終的には、従来の累積型線形を踏襲しつつ、雑音低減策を最優先としての開発が行われることとなり、これによって建造されたのが本型である。本型は、累積型線形、一軸推進方式の、いわゆる SSS 型、構造様式は完全複角構造と、基本的な設計思想では渦潮型以来の方式を踏襲した。その一方で、本型は、主電動機の防振指示や指揮官の二重防振指示、補機、関係の徹底した防振対策、電源装置の静止系化、艦艇開口部の整流、プロペラの多翼、スキュー化、制振材使用など、各種の水中放射雑音低減策の集大成であった。これらの努力によって、マスカー遮音装置は不要と判断されるほどになり、また本型の後期型では、その部位が見えるまでは、シュノーケル構想を続けても探知されないとされるほどに、静粛性に優れたものとなった。これらの各種措置のために必要な空間、重量の増大は、耐圧角の後部側の直径を若干拡大することによって収容されており、結果として、基準排水量は 50SS の2200トン級から2450トン級へと拡大された。耐圧角素材としては、50SS で採用された NS80、超質高張力鋼とともに、新開発の NS110 が導入された。これはその名の通りに高副耐力 110kg フォース、平方ミリメートルの性能を確保しており、この種の鋼材としては、画期的なもので、本型の先行振度増大に大きく寄与していた。ディーゼルエンジンとしては、大潮以来用いられてきた、川崎、万 V8V24、30シリーズに変えて、川崎重工業が独自に開発した 12V25、25S 型が採用された。これは、回転数 1200rpm の高速4、サイクルディーゼルエンジンで、その名の通りにボアストロークともに 250mm、排気ターボ火球と、機械駆動火球の2段火球方式を採用することで、出力増加に加えて、シュノーケル運転時の軌道の確実性と優れた加速性の確保を図っている。この高回転、高出力、ディーゼルエンジンの採用に対応して、主発電機は交流発電機とされた。発電された交流電流は、静止系整流器によって直流に変換される。電動機は、水中放射雑音低減のためさらに低回転化されているが、その出力は 50SS と同様であるため、ディーゼルエンジンの出力増加は、充電能力強化につながっている。蓄電池は120基を4群の、計480基であり、高エネルギー密度の新型水冷撹拌クラッド式鉛電池を採用することで、水中持続力の向上につながっている。装備面での最大の特徴は、初のデジタル化ソナーである。ZQQ-5 の採用である。前方ソナー、逆探ソナーとともに 62SS でアメリカからの輸入によって導入された曳航ソナーも ZQR-1 として国産化の上で統合されており、これに信号処理部と操作表示部を加えてシステム構築されている。また、赤外線探知装置、曳航式、VLFV、衛星通信受信装置なども海自潜水艦としては初めて採用された。潜水艦式管制装置は、有使用型の最終2隻で搭載されたザイク -2 に哨戒性を加えたザイク -2B が搭載されている。魚雷発射管の配置は、船体中部に片舷あたり3門ずつ、計6門を搭載するという渦潮型以来の方式を踏襲しているが、その形式は、FU-603B に更新された。また本級で、新型の89式魚雷が装備化されている。ありがとうございます。